尺画上下は林死目に属する上下の一つ。林死目の中では、ヤガ上下に次ぐ2番目に大きいエカであり、世界から2万3000種以上が知られている。日本からは約900種が知られる。かつて、元神川腹部に古膜器官が存在することを分類形質とし、ギバガ家をはじめとする多くのトガを含んでいたが、後に解体された。したがって、 元神家の分類には歴史的な変遷があり、特に揚げ葉もどき画家の位置は流動的である。ここでは3つの分類体系を紹介する。和みは突起のない限り、こまエトールによる。鍵ぎが城下は元神家から分離されたものの形態的には近縁であることが示唆され、姉妹軍として扱うことが多い。揚げ葉もどき画家を 鍵場が浄化に含める分類体系も存在するが、近年の分子系統分析の結果を反映した分類では、尺が浄化に含めることが多い。ニセツバメガカは、主に新熱体育に分布し、日本には分布しない。スードビストニダー科は2015年に記載された新しい都画であり、1994年に井上博史によって新種記載された。 スードビストンピンラタナイをタイプ族とする。アゲハモドキ画家と姉妹群を形成するとされる。2019年にはヤガジョウカの毒画家に分類されていたヘラキュラディスアバイタが本家に再分類された。ありがとうございます。